様でした。お疲れ様でした。楽しかった人、はい、悔しかった人、いろいろとね、気持ちがあると思います、ね、すごく活躍できた人もおれば、そうじゃなかった、思うほどできなかったっていうね、悔いが残ってる人もいると思うけども、6年生は何度も言ってたけども、もうこれでミニパスは終わりです。あとはまた4月からね、中学生としてですね、次の、カテゴリーで頑張ってもらいたいと思います。で、この小さいチームがね、まあ、リバウンド取られてしまったけども、あくまで、ここ全国大会まで、ね、来たということはすごいことだと本当に思いました、ね、でどんなチーム見てもうちよりも大きなチーム、うちよりも速いチーム、うちよりも体の強いチーム、ね、そんな中、最後は、ね、接戦までなんとか持ち込めたというのはちょっとだけ良かったなと思います、悔いは残ったとしても、ね、やっぱりこ の, 全国の舞台を、ね、楽しんだ一生の思い出として、ね、次のステージで本当に頑張ってもらいたいと思います。でバスケだけじゃなくてね、こういうところに来たって、それだけ一生懸命やったっていうね、あなたたちの自信は、いろんな生活の中でもね、生かしてもらいたいと思います。また帰ってる6日にね、卒団の試験がありますけども、またその時と思いますけど、今日頑張りました。ありがとうございます。また下級生は今日来れたこと、また来年も再来年もまた続けて来れるように頑張ってください。笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。ね、はい、以上です。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、お子ちゃんの方にもお越しください、はい、ありがとうございました。